劣化団との戦闘を通し、改めて彼らとの交渉の場に応じたタービンズのリーダー、ナゼ・タービン。ナゼは地球への案内という依頼を快諾しつつも、彼らがここまでに至った苦しい状況を察し、団長のオルガに問いかける。お前らそんなに金に困ってんのか？正直困ってます。なら、なんで俺が仕事紹介してやるって言った時に断った？え、いや、だってあの話を受けたら俺たちはバラバラになっちまうって。なっちゃいけないのか？俺らは離れられないんです。離れられない？気持ち悪いな、男同士でベタベタと。何とでも言ってください。俺らは鉄火団は離れちゃいけない。繋がっちまってんです、俺らは。ああ、死んじまった仲間が流した血と、これから俺らが流す血が混ざって鉄みたいに固まってる。だから離れらんねえ。離れちゃいけないんです。危なかろうが苦しかろうが俺らは離れられない。そりゃ結構だがな、鉄火団を守り抜くってんなら、これから先は誰もお前に指図しちゃくれない。ガキどもがお前の命令一つで死ぬ、その責任は誰にも押し付けられねえ。俺が団長であるてめえが一人で背負えんのか、それ。覚悟はできてるつもりです。ほう、仲間でも何でもねえやつに訳のわからねえ命令で仲間が無駄死にさせられるのはごめんだ。あいつらの死に場所は鉄火団の団長として俺が作る。それは俺の死に場所も同じです。あいつらのためなら俺はいつだって死ぬ気。おいおい、てめえが死んでどうすんだ。指揮官がいなくなったらそれこそ鉄火団はバラバラだ。それは、まあでも血が混ざってつながってか、そういうのは仲間って言うんじゃないぜ。え？家族だ。家族、それは孤児として育ってきた彼らには手に入れることも想像することも叶わなかった人と人のつながり。ナゼの言葉に導かれ、少年たちは自分たちの寄り添う形を模索し、新たな舞台へと挑んでいく。テイワズの本拠地再生、ナゼの渡りによってテイワズ代表マクマード・バリストンとの対面を果たした鉄火団は、タービンズと義兄弟の杯を交わし、テイワズの後ろ盾を得る。だが、その立場の変化を求められたのは少年たちだけではなかった。お嬢さん、ここはテイワズを示しちゃくれないか？え？お嬢さんが直々に指名した業者って大義名分を得られれば、当座の問題に関してはこっちで何とかやれる。ま、避けようもねえこともあるかもしれねえが。それはもう少し考える時間をいただけますでしょうか？考える必要が？あ、はい。ハーフメタル資源の規制解除、火星の経済的自立によって従来のバランスを失った混乱は、新たな利権争いの火種となり、時代の戦争を生む。その上で彼は、当座の問題はテイワズで対処することを条件に、
火星のハーフメタル資源の利権を求めるのだった。そして杯ごと当日、そうか、心を決めてくれたか、クーデリア・アイナ・バーンスタイン。私の手はすでに血にまみれています。この血は鉄火団の血です。今私が立ち止まることは彼らに対する裏切りになる。それでいいのか、鉄火団が。護送の仕事自体はテイワズの下で引き続き任せてもらえるんですよね。ああ、だがお前の頭としてのメンツは潰れちまうんじゃねえのか。鉄火団は俺が、いえ、俺らみんなで作る家です。俺のメンツなんて関係ないです。これから何があっても俺らが変わることはない。俺ら一人一人が鉄火団のことを考えていく、守っていく。家族が胸を張って帰れる場所として。オルガとナゼが杯を交わす姿を一同は揃いの紋付きで見守る。これで準備は万端整った。まだ遥か遠くの地球に向け、イサリビとハンマーヘッドは共に出航した。ヒューマンデブリ。Thank you.
名前は正弘。俺たちは商船団を経営する家族と一緒にあちこちを渡り歩いてたけど、ある時海賊だった。大人たちは皆殺し、俺たちの親もその時に。それから俺たちはヒューマンデブリとして各地の人買い業者にゴミみてえな値段でバラ売りされた。それっきり正弘とは会ってねえ。正直ちょっと前までは自分のことで精一杯で正弘のことを思い出すこともなかった。鉄火団に入れてもらって家族みてえな仲間ができて、考えるんだ、俺にも本当の家族がいたんだってな。もし生きてりゃ高木と同じくらいだな。ホルンとは違う。やってやろうじゃねえか。できる相手か。面倒だな。仲間をやらせはしない。クダルカデル様とグシオンを舐めるんじゃないよ。こいつ邪魔だ。そんなんでこのグシオンの相手になるのかい。くそ、なんて図体してやがる。
追いついた。よし、仕掛けるよ。少しは空気を読んでくれないもんかね。あの兄弟の邪魔はさせないよ。あいつもこいつもうぜえ。ここでやらなきゃまた殴られるぞ。どうなろうと俺たちは戦うことしかできない。くそ、俺たちにはもう後がねえってのに。俺たちも待たせたな。正弘、迎えに来たぞ。向かえに。そうだ、約束しただろ。兄貴、そんな今さら何を言ってんだよ。やめろ正弘、やめるんだ。もういい、俺と帰ろう。鉄火団へ。鉄火団。ああ、そうだ、そこには仲間たちがいる。兄貴。今さら何言ってんだよ。何？俺ずっと待ってたよ、兄貴を。だけど分かったんだ、期待するだけ無駄だって。期待しただけ辛くなって。だからこうして迎えに。それが無駄なんだよ。こうしてさ、兄貴が迎えに来て、兄貴についていって、それで何が変わるって言うんだ。マサヒロ、遅かれ早かれどうせ死ぬんだ。だってそうだろ、俺たちはヒューマンデブリなんだ。地面でなんて死ねない。デブリは宇宙でゴミみたいに死んでいくんだ。そうだな、俺もそう思ってた。は？俺もデブリだ。何をやったってどうしようもねえ。このまま一生何も変わらねえって正直
お前のことも諦めちまってた。けどな、こんな俺を人間扱いしてくれる奴らが、いや、家族って言ってくれる奴らができたんだ。え？家族？はあ、みんながお前を待っててくれる。だから。だよ。家族ってなんだよ。兄貴、あんたと父さんと母さんとそれだけだったよ、俺の家族は。マサヒロ、俺があんたのことを待ってる間、一人だけいい目に遭ってたのかよ！やっぱあんたは俺を捨てた！違う、マサヒロ、俺は！あんただってさ、今にわかるよ。マサヒロ、お前、あんたは勘違いしてるんだ。人間だなんて笑えるよ。どうせすぐわかるんだ、ヒューマンデブリがどうやって死んでいくか。すぐにね。マサヒロ！だよ。ふざけんなよ、おい！お前楽しんでるだろ、人殺しをよ！は？もう死んで、死んでほしいよ！俺が楽しんでいる。まあいいか。こいつは死んでいいやつだから。マサヒロ、マサヒロ！兄貴、動くな。どうして、どうしてこんな。なんだろう、不思議なんだ。痛いはずなのにすごく、でも頭ん中スーってして。荒屋敷か。なんかほんと変だ、俺ってやっぱ人間じゃないんだ。もう喋らなくていい。面白い話聞いたんだ。知ってる？人間は死んでもね、魂が生まれ変わるって。嘘みたいな話。どっちにしてもデブリの俺には関係ないか。ねえ兄貴、わかった？ヒューマンデブリはこうやって死んで。わからねえ。わかってたまるかよ。そう、お前がここで死んじまってもきっと生まれ変わって
生まれ変わって戻ってくるんだよ、俺たちの家に。生まれ変わりは本当か嘘か、それももうすぐわかるよ。先に確かめてくるね、兄貴。兄ちゃん。まさぎろー！